Everything you said, they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. これだー。ぬこぎり山登山道。おはようございます。おはよう。今日はぬこぎり山に登りたいと思います。なんか車止めたところがロープウェイすぐ乗れるところのなんか入り口みたいな感じだったんだけど、なんかさ、ロープウェイに乗って上に行ったら景色は楽しめるだろうけど、登りたかったのね。だから今日は登山です。イエイイエイ合ってる。こっちめっちゃ民家のところ進んでるけど、なんかでもロープウェイに乗って帰ってくる人見たら1時間ぐらいで全然帰ってこれてたから、全然近いんだと思う。だからのんびり歩いていこう。めっちゃトンビの声聞こえるね。すごい、あっちの山とか。お、誰？え？イノシシだ。すごい。子供なのかね。ね。これなんだろうと思ってるね。イノシシ見つけた。行こう。すごいな。うん。これでさ、めっちゃ走ってこられたら怖くない？早いよ。だよね。なんかよくニュースとかで言うから、まあ刺激しないうちに行こう。すごい。子供だから親もいいんだろうね。あ、そうだね。だからあの子に近づいた時に親が出てきたら一番怖いと思う、ね、分かんないからね。うん、うん、あ、すごい。めっちゃ良くない？ここ、あ、涼しい。私はフライの道にしたいと思います。え、なんかもうすごいんだけど。階段マークで分かりやすくしてね。はい、じゃあ行きます。わー、もうきついすでにきついです。これずっとこれなのかな。ずっとこれなんだよね。なんか坂に変わった。いい感じ？いや、そうでもなかった。バン。でもあっちさ、海見えてるよ。ね。ほら、綺麗。これ登ってきたんだけど。ね。これなんか木のさ、根っこで。怖え。おぉ、よいしょ。めっちゃガタガタ、気をつけていかないと携帯が終わる。そうだよ。わー、すごいかもこれ。なんかちっちゃい石とかがグラグラしてるから危ない。おぉ、これはお尻に効いてる。ほんと？うん、わかんないな、俺全然。こんなもんじゃダメなんじゃない？ヒップアップにいいですね。すでに汗やばい。わあ、向こうの山めっちゃ綺麗。ね。おお、綺麗な景色。見て、変な、あ、見て見て見て。入っちゃった。うん、なんか七色の、あ、富士山がこのままあっちに本当は見えるらしい。まあ湿ってるからね今日は、うん、こんな感じ。いい景色。楽しいよね。普段は見えない、見入れない生き物に出会う。わっ、あそこすごくない？なんかガリガリガリってなんか切り開いた感じ。あ、まだまだ先じゃん。すごい、めっちゃ崖。あそこ目指して頑張ります。なんかすごい。
わあ、なんか吸い込まれそう。すごい。右側だね。最悪、道間違えたから。さっきここまで行ったのに、今またここまで戻ってきて、でこれに行きたいんだよね。Y1。こっからあっちに行けば行けるはずだよね。うん。バン。行けるよ。何？行くよ。ジブリみたいな道。いっぱいあってすぐ。道間違えたから余計に歩いてる。ね、ダイヤモンドヘッド行く途中みたいじゃないこれ、ね、はあ、頑張ろうその段差やばくない？手すり使いたくないのに絶対に手すりを使わなきゃいけないぐらいの段差があるの。ここがお寺になってて、でここの中で進んでいくと千尋の関に行けるんですよ。大人1人700円で入場します。ありがとう、うん、行ってきます。わーすごい。わー綺麗。お、見て見て、あそこにあった地獄のぞき、あれに行きたいんだよ。あともうちょっと ねやっとだね。てかやっとこんななだらかな道に会えた。やっぱ有料歩道は違いますね全然ほら違うでしょさっきの道と。着いた。普通だ。やっと来たよ。息が上がりまくってる。やっとです。どれぐらいで着いたかな。11時22分に出発して、今12時53分。わあ、すごくない？ね。1時間半。でもね、見れてる景色が最高。幸せ。ねえ歩数計見て。歩数計どうなんだろうね。何歩ですか。4665。そうなの。回数が79回だって。あ、すごい。あそこで撮るためにみんなここで並ぶみたいね。でもせっかく来たから行きたい行く。すごい。あそこもなんか穴ってんだ。やっとここまで来た。だから時間がかかるのか。あ、なるほどね。階段じゃないんだ。確かに。あそこ撮影するところに行くにも、なんかこういうなんか岩場みたいなのを今登ってきたんだけど、撮影もそういう感じみたい。すごいいい景色。夏みたいな雲。ほら、こんな感じ。じゃーん。すごーい。はい、これが地獄のぞきでした。めっちゃ綺麗だった。なんかね、これだけハイキングで1時間半もかけてきたから本当に本当にありがたい景色になっていた。よかった、ね、今もう1時半とかかな。2時じゃないの。2時か。超お腹空いたからご飯食べに行きたいと思います、うん、行きましょう行きましょう。じゃあね。なんかこれヒルナンデスで紹介されたらしい。竹炭これにする。はい、食べる際猫をお気を付けください。はい、ありがとうございます。猫はい、たくどうぞ。食べていいの。いいよ。バン。口やばマジで。何がいいだろう。味はないのかな。味ある。竹炭アイス。地獄アイスって言われてた。いただきます。バン
口やばそうだな。いや美味しい。普通のゴジラじゃない？マジなのかね、うん、帰りはこのロープウェイで戻ってきましたよ。やっぱ楽。3分だったお腹空いたからご飯食べ行きます。いただきます。今は5時です。こんな感じ。眩しい。あとは、まあ、サンセットっては言えないけどサンセットを見て帰りたいと思います。超良かった。のこぎり山初めて行ったんだけど、やっぱ自然の中で体を動かすっていいかもしれないって初めて思った。バンコロナじゃなかったら本当になんだろう、そういうハイキングする時間とかももったいないぐらいに思ってたけどめっちゃ良かったということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。騙されー